それではですね、開会式の方をちょっと始めさせていただきます。はい。で、去年おととしに、引き続き、私、こちらのように総長が進めさせていただきますので、司会進行を今年も皆様よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。それではですね、去年おととし引き続き、まず、ディアト代表の太陽さんからご挨拶をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。おはようございます。ディアーティスト、2024、お越しいただき、ありがとうございます。主催のディアート代表の佐藤大吾と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今年で、ね、皆様のおかげで3回目ということで、すごい盛り上がってくれて、なんか嬉しいなと思ってるんですけども、まあ基本的には、変わらずに、アワードを投票で決めてくる形でやっていきたいと思ってます。で、今まではエントリーの方のみの投票だったんですけども、一応枚数を決めて、同乗者、見学者の方も投票できるようにしてるので、参加してくれれば、アワードも盛り上がるんじゃないかなと思うんで、しっかり QR コードから入れてってもらえれば、でそれに伴い、エントリー車両の方は、運転席側のフロントガラスの、下に、ゼッケン番号入ったステッカーがあると思うんですけども、貼っていただいて、投票できるようにしていただけると、ちゃんとしたアワードが出るのかなと思いますので、ご協力お願いいたします。ステッカー貼るのがちょっともったいないなと思う方は、何かで貼っていただければとも思うんで、うまくやってください。はい。で、まあ後で紹介あると思うんですけども、ゲストさんいっぱいいますんで、引き続き楽しんでいっていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。それでは司会に加わります。はい、ありがとうございます。続きましてですね、去年に引き続き、愛ちゃん、そして今年、愛花ちゃんも、ディアート盛り上げるために来ていただいてますんで、ちょっと一言ずつ、いただいてよろしいですか。お願いします。皆さん、おはようございます。おはようございます。奥の方、聞こえてるかな。近くの方、よかったら前に呼んであげてください、一緒に。はい、今年も呼んでいただくことができました。愛です。皆さん、よろしくお願いします。今年はもう一人連れてきました。愛花ちゃんです。よろしくお願いします。愛ちゃんの一番弟子として去年デビューさせていただきました愛花です。今年は呼んでいただいてありがとうございます。はい、今年は二人で回ります。午前中も分かれて一人一人回るので、声かけていただけたらと思います。午後は二人で一緒に回ります。なのでタイミングよく見つけてくださったら、方から近くの、ね、車両の方声かけていただくとめちゃめちゃ助かります。右の端っこにいて左端ですとか言われちゃったら、もうなんだか分かったことになっちゃうんで、近くの方で声かけていただけるとめちゃくちゃ助かります。で、今日なんですけど、去年同様私ちょっとグッズ置かせていただいております。で、ホップのところで今回はディアティストに合わせて新作のグッズも作成してきたので、ぜひこの後も販売で一日してますので、前見に来ていただけると嬉しいです。はい、たくさん回りますので、皆さんぜひお声掛けください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。やっぱ花が全然違いますからね。はい、ありがとうございます。でですね、去年に引き続きですね、またちょっと盛り上げていただける DJ の方にもちょっとご挨拶一言いただければなと思いますので、大丈夫ですかね。はい、おはようございます。今日は横浜から来ました DJ さんといいます。去年も呼んでいただいて、今年も皆さんの車がかっこよく見えるようにいい曲かけたいと思うんで、よろしくお願いします。おはようございます。横浜から来ましたヒューマンクエストといいます。初参戦になるんで、ちょっと楽しみたいと思います。
お願いします。おはようございます。ジギロックのフミヤと申します。去年も出させてもらってすげえかっこいい車いっぱい見させてもらったんですけど、今年も BGM 担当させてもらいますので皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で続きましてですね、キッチンカー、ちょっと冒頭の方でもカール君ご説明させていただいたんですけど、後ろですね、後ろの砂利のところに、去年に引き続きキッチンカーの手配をいたしました。で、種類なんですけど、ざっくりピザ、あとハンバーガー、コーヒー、スムージー、ソフトドリンクというところで、あと飲食取れさせていただいてますんで、今日暑いですからしっかり水分を取っていただいてというところでございます。ただちょっと昼頃になってしまうと混み合ってしまうかなというところがありますんで、空いてる時あれば私の方から、そこら辺もご案内かけさせていただきますんでというところですね。はい。で、続きましてはブースですね。ブース、ホップ向かって右手の方ですね。私の方からご紹介をすいません、させていただきます。BBS ジャパン様、そして、カルサスオートメッセ様と、ディーフ様と、OZ ワークス様、あとアダムスポリッシュ様にヌルファクトリー様の以上6社でございます。はい、出店していただいてますので皆さんお時間があるときには朝は飲んでいただければと思いますのでよろしくお願いします。この、去年ね、アイテムの雨だったんですけど、今年すごいね、いい天気ではあるんですけど、ちょっと暑すぎるぐらいでございまして、そのお子様の熱中症とか、あとご自分の熱中症対策をちょっとしっかりとっていただいて、最後まで何事もなく楽しんで終われるように、皆さんよろしくお願いします。ということですかね。はい。で、この後、その人何かあれば私からご案内させていただきますんで、本当熱中症だけ注意して、今日一日楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。仕事終えて、はい、ちょっと富士山眺めようかなと思って、はい、とりあえずやっぱり休憩です。はいはい。あ、これが、2024ギャディスト。そこじゃないでしょ。あ、そうです。うん、違うでしょ。3年連続で機会を決めさせていただく。あ、おめでとうございます。やっぱまずちょっと開会式って大事なんで、50分ぐらい。良かったんじゃないですか。緊張せずにはできたかなっていうところで、皆さんが話していただければいいかなというところだな。ただ僕ってあんまり仕掛け目立っちゃうのも良くないかな、十分目立ったけどね。だってダメだねじゃねって、やっぱ仕掛けもちょっと脇役的な感じでやっぱこう、行かなきゃいけないからやっぱ出ちゃうんだよね、やっぱガがね。良かったじゃないですか。喋ってたら前出ちゃう、そう下がれ。そんな感じで今年もね、ディアティスト始まりましたので、可能な範囲でまたちょっとミリさん大変だと思いますけど、撮影をちょっとしつつ、そうですね、本当は個別で撮りたいんですけどね、ちょっといろんな規約があってね、撮れないんですけど、今ちょっと、毎年レベルは上がってますから、で、もう言っちゃっていいんですけど、650台の時があったうちの250台を約3分の1、2.5 倍ぐらいが、倍率を勝ち抜いてきた車両が集まってますから、やっぱそのディアートさんの特色も強く出てると思いますし、シンプル系がやっぱ多くて、そうですね、みんな綺麗ですよね、車が、綺麗、人も綺麗、正しいというか、そう、だから原付車の方とか、僕は原付車の方も、駐車場のイベントって面白いんですよ。
ただこの選挙制、なんだろう、その選挙制と特にね、やっぱそのどういう車で見に来たいっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、結構レベルが高いと見学するんですね、うん、まあ、それぞれの車の作り方っていうのは参考になる部分がかなり多くて、ね、そう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 、なんでまあそういったところもまあイベント来れる方楽しんでいただけたらいいですね、うん、あと一緒にちょっと僕らも本当イベントやりたい、うん、まあ、イベントとかミーティングというかね、ここで、うん、ここでやるの小下に大運動会、うん、あ、まあ、それはやりたいね、うんうん、車入れるってやったら大ブーイングだから、そうだね、うん、大ブーイングだから車いいよやめなさい、何のチームだったんだ、はい、でまあそんなところで、はい、引き続きまたあのちょっとちょいと僕喋ります、はい、函館じゃない、ね、山梨からDon't give me this, I'm gonna get back when I feel like You know I don't play right, I'll put up a good fight Just give me the word, I, You know I don't play right, you know I don't play right Don't give me this, I'm gonna get back when I feel like I got a feeling you don't mean it while you're sad right now. I got a feeling, got a feeling there's something about your eyes.スムーディー。ちょっとわかんないですけどね。わかんないです。わかんないです。はい。いや、いいですね。言っちゃってください。じゃあちょっと、いただきます。食レポ。はい。お味の方はいかがですかね。スムーディー。いやー、もう感想じゃない、それ。
やりますよ。はい、良いですよ。勝ってください。勝ちだけなので、はい、アイコはダメです。勝ちだけ、勝ちだけ。で、最後、人数残ったら、ちょっと人数次第で、ね、2人とかだったら2人ともいけたみたいなのもあるかもしれないけど、最後、勝ちのアイサーマンなので、お願いします。行きますか、大歓声。皆さん、上に手を入れてください。最初はグー、じゃんけんぽん。で、今回の景品はですね、ジェットさんのタオル、特別のピンクカラーになっております。はい、で、キーホルダーも入っておりますので、おめでとうございます。めっちゃ可愛いです。ありがとうございます。休憩していただいて、またここで行いますので、皆さんここに集まっていただけたらと思います。